カルネージハートカルネージハートシリーズはアートディンクから発売されたシミュレーションゲーム。これまで6作品が発売されており、基本的なシステムはほぼ踏襲されているが、世界観を除くストーリーとしてのつながりはほぼ存在しない。カルネージハートはオケ、OK ・オーバーキルエンジンという自律動作するロボット兵器を設計するシミュレーションゲーム。 エクサでは操縦処理が可能な方が登場。ボディ、CPU、搭載武器、走行、カラーリングといった様々なパーツを組み合わせることでハードウェアを設計するという意味ではフロントミッションシリーズやアーマードコアシリーズも通じるところがある。その中でカルネージハート最大の特徴はソフトウェアのプログラミングである。このオケはプレイヤーが行動を コマンド入力などで指示するのではなく、あらかじめ行動処理パターンや思考パターンをプログラムしておくのである。このハードウェアの設定とハードウェアや戦術、戦略目的に合わせたプログラム、チーム戦略の優劣がオケの強さを左右する。また、凝ったプログラムを作成しても単純なプログラムに負ける場合もあるため、絶対に強いプログラムというのも存在しないのが、 本作の楽しみの一つでもある。プログラムといっても、専門的な知識は、必要なく、行動や条件による分岐などを記した、チップの組み合わせで、パズルゲームのように組むことができる。例えば100メートル以内に敵がいれば射撃、いなければ前進。といった具合に、右概念図の場合、前方800メートル以内に敵を確認するまで、右旋回を続け、 発見した敵が20メートル以内にいた場合は、格闘、いなければその距離になるまで前進を続ける、移動内視破壊により、策的範囲から敵が消えた場合は再び旋回。一方で、カウンターを組み込むことでより高度な計算や思考を組む、こともできるようになるという、専門的な知識も活用できるようになっている。最初はぎこちない動きしかできなかったオケも、動作の理解やテスト、 実践の繰り返しでプログラムを改良していけば生きているかのように行動させることも可能なのはこのゲームならではの魅力と言える。設計したハードウェアとソフトウェア構成については友人に教える設計データを渡すことで受け取ったプレイヤーが参考にできたり対戦が可能になっている。ポータブル以降からインターネット経由で設計データのアップロードが可能になったことで 遠隔地のプレイヤー同士で大会を開くこともできるようになった。コミュニティで設計談義をしながら大会内容に沿った自慢の機体チームで戦わせることが本シリーズのもう一つの醍醐味となっている。本作のようなロジックプログラムでロボットを操作するゲームはいくつか存在するが、その中でも有名なシリーズである。カルネージハート系の諸女作、自分で設計した。 無人機動兵器、オ、OK、ケを指揮するターン製の SF 戦闘シミュレーションゲーム。無人機動兵器にプレイヤー独自のプログラムを構築でき、様々なパーツを組み合わせ自由に機体を設計できる。なお、特殊なコマンドを入力することで、ユニットを手動で操作できる。本作では戦略要素が存在し、オ、OK、ケの進軍や、それによる、 開発技術力の境界外にも、資金のやりくりや生産ライン、機体開発コスト、生産工数によるターンの経過も考慮して、できるだけ、コスト、時間、その他もろもろの無駄を省き、最適な機体の組み方も要求される。当然、進軍するための戦術、戦略の組み方も重要になる。本作及び CHP までのシリーズにおける、オ、OK、ケのデザインは、 横山博士が担当。前作、カルネージハートのバランス修正した BGM の変更、マップ演出など細部にわたって異なる改良版。カーニジハート EZ の EZ とは Easy Zapping の略で簡単にという意味が込められている。難解と思われがちなプログラム部分を初心者でも簡単に制作できるように改良を加えたのが特徴。 前作同様に特殊なコマンドを入力することでユニットを手動で操作できた。また、前作をプレイしたユーザーがアートリンクに投稿した機体構成も本作に収録されており、これらのデータを使って遊ぶこともできる。基本的なシステムは前作までと同じだが、グラフィック面の強化や操作性の改善、ロジックプログラム等大幅な改良を施している。 機体もカルネージハート、カルネージハート EZ からの続投はなく、すべて新登場のものに一新された。最大の特徴はストーリーが追加されたことである。PC 版には、オケのデータをインターネットメールに添付して交換することができる、機能がついている。西暦2198年、資源採掘地区、アステロイドベルトの労働者が、火星国家からの独立を宣言。 武装放棄した。戦火は、木星の衛星にまで飛び火し、太陽系規模で広がっていく。地球連合軍、オケデルタ中隊の新人、マーク・グラント将尉は、士官学校の仲間と共に、激戦の繰り広げられているエウロパへと派遣される。しかし、その行く手には、前作ゼウスと比較した場合、劇的な変化はないものの、初心者用に、チュートリアルの充実。 シナリオのシステム面や機体性能の調整、新機体の追加等、細やかな改良がなされている。主人公グラハムは、木星反乱事件で命を落とした母、ベッチナカウニッツの衣装を受け取る。そこには、自分が母の本当の息子ではなく、亡き父、ウォルターのクローンであることが記されていた。母の死、母が自分の本当の母ではなかった事実。 そして斧がクローンという人工的に作られた存在であること。衝撃を受け、自分の存在に苦悩しつつも歳月は流れ、それから4年後、グラハムは16歳となる。わずか16歳にして、軍の士官学校を優秀な成績で卒業した、グラハムは、士官学校で知り合ったジョン、トムと共に、火星の前線基地に送られ、ブラッポ単位の命令されるままに、初めての実践を行う。 マーク・グラント・タイー前作主人公、キリング、ラミアムといった前作に登場した人々との出会いや、ライラス・スチュアート、アンナ・ボーソン、ニラーダ・テサワといった美しいヒロインたちとの出会いの中、グラハムは自分の存在というものを確認していく。前作から約7年を経てのリリース。スズニをベースとし、チュートリアルやシナリオを刷新。旧作の期待がそのまま使えるため、 一見目立った変化は感じないが、システムの練り直し、バランスの見直しやチップの追加などが行われている。無線弾のアドホックモードやインターネット経由で機体のやり取りが可能。販売元は元気だが、開発担当はアートリンクによるオリジナルスタッフ。2010年10月28日に PSP 用として発売されたシリーズ最新作。一番の特徴は、 自分で操作することが可能な操縦型オ、OK、ケが正式に取り入れられたこと。プレイヤーの遠隔操作により母体コマンドを送信することで、プログラム側でボタンの状態を読み取り、ボタンの状態でプログラムチップに組み込まれたプログラムの流れを分岐判定してオ、OK、ケを作する。アクション性が取り入れられた操縦型でも従来の自律型のように、 自動判断による自動処理が組み込むことができる。その他、新型オケや新型プログラムチップ、ムービー編集、出力機能、通信対戦機能など、新しい要素を追加している。機体性能の設定面では、ポータブルから微調整されており、既存のプログラムチップにもいくつか機能が追加された。本作で登場する新型オケのデザインは、松本秀幸が担当。 2011年8月18日半ゲームからリリースされたカルネージハートシリーズのブラウザバージョン。ゲーム制作はすべてアートリンクが担当。オンラインならではのコミュニケーション要素が充実していることに加え、成長するオケの制御ユニットピードロイドの育成という新要素も追加されている。基本プレイは無料でアイテム課金制。 2012年3月30日をもってすべてのサービスを終了している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。